園崎美恵の湯上がり一番。はい、全国の湯上がりの皆さん、こん一番、ご機嫌いかがでしょうか。園崎美恵です。2022年11月12日第24回目の湯上がり一番でございます。いやもう24回2年分の更新になってますね。わあ、途中3ヶ月お休みしてしまいましたけれども、のんびり続けさせていただけているのも皆様のおかげでございます。ありがとうございます。さてさて、月食見ました？先日11月8日、満月が地球の陰ですっぽり覆われるという天体ショーがありましたけれども、皆さん、私結構こういう天体ショーは気にして見に行ったりするんですけれども、今回すっかり忘れてて、夜に仕事入れちゃってたんですよ。ですけど無事に予定よりも時間早く終わって、ちょうど皆既食になる時間あたりから、20時ぐらいかな、あ違う19時ぐらいかな、から、空を見上げることができたので、おー危ない危ない、よかったよかったと思って、はい、東京はねお天気も良くて、雲も本当にちょっとしかなくて、絶好の観測条件だったんじゃないかなと思うんですけれども、そう今回のね月食、深い時間じゃなかったから、こういつもの日常が動いている街の上空で月が欠けていくっていうのが、なんだかとっても面白い風景というか面白い景色だったなと思います。駅のね高架の上でね見てたんですよ。でその下でさ電車が行き来するでしょ。それがねなんかちょっとやっぱり面白くて、なんていうんですかね、その昔こうドラマとかアニメとかで見られるようなさ、ほらちょっとこれから何かが起こるぞみたいなさ、そういうシーンってあるじゃないですか。それがなんかこう実際目の前で起こってるっていうのがなんかすごいなと思って、見ていました。そう前の月食の時はね、露天風呂行ったのよ、泊まりに行って。もう何年前だったかな、もう10年ぐらい経っちゃってるかなと思うんですけれども、湯煙の中でも本当全天候の全天の露天風呂探して、山の奥の方で一人女湯に使って、確か土平日だったと思うんですけれども、お湯に使って欠けていく月を眺めていたんですけど、いや途中でのぼせちゃってさ、さすがにね何時間とかかかるんでしょ、月が欠けていくのって。それね全部見るのはなかなかちょっと難しかったですね、はい。さあ、湯上がりネームパパスさんからも、月食見ましたかというお便り頂戴しましたよ。皆既月食と天王星食が同時に起こる約400年ぶりの天体ショー、我が家の近所の子供たちが集まって空を見上げていたのが印象的でした、といただきました。ありがとうございます。そう、天王星食と同時に起こるのが442年ぶりということで、ニュースにも取り上げられたりして、とっても注目された今回の天体イベントですけれども、皆既月食自体はねもうちょっと頻繁に起こっていて、次日本で見られる皆既月食が2025年の9月8日だそうで、で食の最大を迎える時間が夜中の3時なんですって。さすがにちょっと子供たちにはだいぶ夜更かししないとならないので、厳しい時間になっちゃうかなと思いますね。はい、見られるといいなね。お天気9月どうだろう、台風とか来ちゃうかな。3年後ですけれども、皆さん何をしてるでしょうかね。私も何してるでしょうかねはい、そんなわけでこの番組は私園崎美恵がお湯に関することや関心ないことなどをただただのんびりとおしゃべりする30分の音声番組です。
園崎美恵の湯上がり一番、今月も最後までゆっくりしていってね。さて11月になりまして、だいぶ寒い日も増えてきた今日この頃ですけれども、11月といえば酉の市、皆さんご存知でしょうか。全国の大和武尊の御事大酉にちなんだ神社で11月の酉の日に催されるもので、1年の無事に感謝し来る年の幸を願うという、そんなにぎやかなお祭りです。あの大きな熊手を買って、あの店の人が柏手を打つ様子はテレビなどでもね、あのご覧になった方がいるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな酉の市、先週11月4日が一の酉だったので、浅草の酉の市発祥の地と言われております浅草大酉神社に、行ってまいりましてですね、熊手を買うと売っている熊手を売っている露店の人たちが商売繁盛を願って、手締めっていう三三七拍子宴会でやるやつ、三本締めですね、あれをしてくれるんですけれども、露店ごとにね結構掛け声に特徴があって、それを毎年楽しみにですね、見学というかお参りしに行くんですけれども、1年ぶりにちょっと行ったんですけれども、このコロナ禍やっぱり声を出すのが難しいご時世になってしまって、掛け声なくて柏手だけのお店も結構多かったんですけれども、前行った時は、今年はその掛け声もだんだん復活していて、だいぶ賑やかなお祭りの様子が帰ってきた感じでしたね。柏で毎回ね、全然知らない人のその熊手を買ったところに、お店の人の後ろにそっと行って、全然知らない人の商売繁盛を私もこう願ってくるみたいなのをねやるのですよ。とりあえずほら、三本締めはみんなほらパパパンパパパンパパパンパンだから、でその間の掛け声がいろいろあって、それがね、やっぱり楽しくてね、なんかこう気持ちが上がりますよね、ああいうの、なかなかやっぱり宴会自体ももう珍しくなってしまいましたし、宴会でね三本締めなんてやるのも本当ここ数年、もう3年かコロナ禍に入ってからやってない感じで、ちょっと懐かしい気持ちにもなったりするんですけれども、そんな今年の酉の市、このあとはですね、二の酉が11月16日、三の酉が28日と3回あるんですけれども、毎年3回あるわけじゃなくて、何年かに一遍、3年に一遍かな、かなんか、3回酉の日が訪れる、年があって、でその三の酉まである年は長らくの統計で空気が乾燥して火事が多く出るとのことで、その私が毎回行く浅草大酉神社ではですね、日よけのお守りが頒布されるんですけれども、今年はねすっかり忘れてて、いただくの忘れてきちゃったんで、またちょっと二の鳥の時にちょっと顔出そうかなと思ってるんですけれども、まあ、空気が乾燥してるとね、洗濯物がよく乾いていいこともあるんですけれども、皆さん火の元には十分お気をつけくださいませ。いや空気が乾燥って言えば、なんかここ2週間ぐらい私結構重篤なスギ花粉症なんですけれども、ここ2週間ぐらいねめちゃくちゃなんか花粉症症状がひどくて、もう初めうわ風邪まずいなと思ったら、もう目も痒くなってきたから、あ違うわこれは花粉だわと思って、アレルギーの薬を飲んだらまあ良くなったので、どうもアレルギー症状が出ているようなんですけれども、でも私杉とヒノキなのよ、だから春先でしょ、であれこ
この時期と思って、職場で毎年スギ花粉症に悩まされる人たち、同業の人たちに話聞いたら、やっぱここ2週間ぐらいちょっと来てるよねみたいな話をみんな言ってて、なんかこう花粉は通年商品になってしまったんかなと思って、ほとほと困っておる次第の私でございますけれどもね。本当に風邪もそうですし、新型コロナもそうですし、花粉症も相まって、なかなかこう寒さも厳しくなってまいりましたから、体調を維持するのもなかなか難儀な季節っていうか、まあ体調維持するのはね通年難儀だよ。夏から秋にかけてもさ、急になんか気圧が変わったりして大変じゃん。で秋から冬にかけてもさ、こんなまたなんかね乾燥したりなんだりで、なかなか大変だなと思うんですけれども、本当に皆さんご体調には気をつけて、何卒ご自愛いただければなと思います。まあ体調管理も仕事のうちと言われる私たちですけれども、この秋から冬にかけてはですね、結構イベントごとが帰ってきまして、体調崩しちゃって不参加になっちゃうと本当ねシャレにならないんで、なかなかこう日々気を使って過ごしておる次第なんですけれども、先月、月末にありました成田空港のイベント、ストライクウィッチーズシークレットオペレーション成田国際空港編、ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました。この日もまあ本当にいいお天気でね、なんかご同行のなるみまいちゃんがめちゃくちゃ晴れ女なんだって。私ほら子さんのファンの皆さんは知ってると思うけど、私雨女じゃん。いや正直ちょっと心配してたんですよね、なんかせっかくやっぱり空港のイベントでさ、ちょっと曇りとか雨とかなってたらちょっとあんまりだなとかって思いながら、いや本当に強力ななるみまいさんパワーの晴れパワーに、圧倒されて、めちゃくちゃいいお天気の中飛行機の機内でイベントさせていただきましたけれども、ご感想のお便りいただきましたのでご紹介しますよ。湯上がりネーム黒の瀬優さん、成田でのイベントお疲れ様でした。天気も良く最高の一日でした。サイン会では皆さんにいろいろ聞きたいことなどはあったんですが、時間内に収まらないと思いお礼を言うだけになってしまいました。またみんなでいろんな場所でイベントができるといいですねといただきました。ありがとうございます。本当だね、またなんかいろいろみんなでワイワイやれたらいいなと思います。そして湯上がりネームみちるさん、ストライクウィッチーズ成田シークレットオペレーション参加してきました。ハッシュタグを作成、自腹でお菓子を用意してくださったことで、最初から、いや現地に着く前から楽しく過ごせました。唯一の心残りは園崎さん推しを自信を持ってアピールできず、他キャラを好きと言って面接終了してしまったことです。これからも番組楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。そうね、4人でサイン会っていうのがあって、もうねサインをされる人がそのスペースの真ん中に立って、もうね面接官4人の圧迫面接みたいな感じでね、サイン会やったんですけれども、ちょうど10月29日土曜日だったんで、2日後がねハロウィーンだったんで、なんか手ぶらもあれだなと思って、お菓子かいたずら買ってんで、まあおかきをねご用意したんですけれども、入場オペレーションの効率化で機内に入る前にスタッフの方が両手を広げてお入りになってくださいっていうアナウンスがあって、でなんかみんなそうやって手広げて消毒液をかけられるんだろうと思ってたらしいの。そしたらなるみまいちゃんと小中かなちゃんがお菓子をその手の上に置いてくれるっていう入り口のイベントがあったりして、でハッシュタグ絶対こうイベント開始前からあった方がさ、みんなでいろいろ情報共有とかできて楽しいじゃない。そんなんで私勝手にハッシュタグシャープ SW シクオペっていうのを作ったんですけれど、そしたらね別の空港に行っちゃった方とかもいて、結構みんなハラハラする出来事とかもあって、無事になんとかこっち間に合ったそうなんだけれども、っていうか空港行きの電車って蒲田駅がめちゃくちゃ分かりにくいんだよね。旧セガさんの本社がさ大通りってところにあって、蒲田で乗り換えるんだけど、当時の本社さん行くときにね、蒲田駅に降りたときに、あれあっち行きも空港こっち行きも空港だから、成田空港と羽田空港行きがさ同じ駅にあるのよ。で真反対なわけ。あれでさ急いでるときに飛び乗っちゃったら
逆方向だったなんてことは私もあってですね、もう分かる、本当ね、分かるよ間に合ってよかったです本当に。いやそれにしても急な募集期間にもかかわらずね、こうたくさんのお客様と楽しい時間が共有できて、なかなかやっぱりこういうイベントも開催難しいみたいな雰囲気になってたから、久しぶりにああいうのができて本当に一日楽しかったですね。岩狩りネームシェタさん、園崎さん、こんにちばん、こんにちばん。先日開催されたストライクウィッチーズシークレットオペレーション成田国際空港編に参加してきました。機内で行われたトークショーでは園崎さんのガチ機内アナウンスを聞くことができて、これだけでも参加した甲斐があったなと思いました。またバルコホルンさんの声でスマートフォンというのはかなり貴重なのではと思いました。ああそうだね、確かに。長年ウィッチーズのファンをされている歴戦の猛者たちに見守られながら園崎さんと直接お話をすることができてとても嬉しかったです。集合写真の撮影や空港内のバスツアーなどもあり、充実した内容の濃いイベントでとても楽しかったです。イベント後は今月の夜で紹介されていた成田空港温泉空の湯で一風呂浴びました。夜空に浮かぶ三日月や飛行機を見ながらイベントの余韻に浸ることができて最高でしたといただきました。岩狩りネーム美咲さんからいただきました。園崎さん、こんにちばん、こんにちばん。ストライクウィッチーズシークレットオペレーション成田国際空港編、本当にお疲れ様でした。素敵なイベントに参加させていただいた後、そのまま成田空港から北海道は新千歳空港へ、新千歳空港温泉さんに宿泊してまいりました。おー、過去回の教えでねご紹介もしましたけれども、空港に泊まるという不思議な感覚とともに温泉まで堪能できるというワクワク感は格別です。イベント当日の興奮も相まって、翌日を考えれば早く寝るべきとは分かっているのですが、興奮してどうしても寝つけません。テレビをつければ空港内で見かけるフライト案内板専用のチャンネルがあり、リアルタイムでフライト運行状況を確認できることにも、私今空港の中に泊まってると実感させられて、ますます目が冴えてしまいました。風に流される湯煙を眺めながら、宿オペイベントのこと、そして湯上がり一番のことを考えて、最後の最後まで幸せな一日を過ごすことができましたといただきました。ありがとうございます。そう、新千歳空港温泉さんは北海道に陸自の演習をね見学させていただくときについでに寄ったんですけれども、北海道でイベントいいな。私個人的にはね、函館の空港をね、五稜郭とかもあって、五稜郭タワーから下見るとすっごいなんかね501味があってね、超推してるんだよな。どこに言ったらいいかな、角川さんに言ったらいいのかな。ぜひ皆さんからも次はどこでやってくださいみたいなのをイベント会社さんに、お伝えいただけると、また次があるんじゃないかなと思います。岩狩りね、虫の博士さん、10月29日は残念ながら別件で東京ドームに行っていまして、空き時間をスパラクーアで過ごしていました。閉店してしまった大江戸温泉物語もそうですが、水道橋のスパラクーア、新宿のテルマー湯あたりは都内に出て中途半端に時間が余ってしまった時に体を休めるのに重宝しています。次のツアーがあればぜひとも参加しますのでよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。わざわざ遠出して温泉もいいですけど、交通機関の乗り換えとか移動の合間にある温泉施設すごく重宝しますよね。そう、男性羨ましいなと思うのは、割とこうお風呂に入った後に使わなきゃいけないアイテム少ないでしょ。女子はほらいろいろ化粧水塗ったりだとかさ、それこそ化粧したり髪乾かしたりなんだりしなきゃいけないから、何かとね入浴後のためのアイテムが必要なんですよ。まあ今は私それを全部一つのパッケージにしてすぐお風呂入れるような装備はいつでもしてるんですけれどもね。まあそんなこんなで、年内また年明けてから何かといろいろ私もイベント出演をさせていただく予定になっております。遠方からねいらっしゃる皆さん、もしよろしかったら都内いろいろある温泉施設宿泊とかでね利用してみていただけたらなと思います。何しろ本当体調には気をつけて、元気でイベントの会場でお会いできたらなと思います。てかまた温泉ツアーとかやりたいよね。ね、はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。
番組では皆さんからのお便り募集しております。イベントの感想とかもね、作品の感想、まあ、ちょっと作品の感想は中身に関してはちょっと守秘義務とかがあってお話できないこともあるんですけれども、ふつおた、各コーナーへのお便り、いろいろお寄せいただけると嬉しいです。ご応募は公式サイトのフォームから。採用させていただいた方には特製ステッカーをプレゼントさせていただいております。っていうか過去放送回分の、お便りのステッカーお送りさせていただきました。ようやく皆さんお待たせいたしました。届いてますか？無事に。あ、ちょっと海外の方はごめんなさい、ちょっと海外発送を私ちょっとしたことがないので、もうちょっとお待ちください。お送りさせていただく予定です。届いてないよっていう方、メールに住所の記載がなかったかなと思います。もし読まれてるけどステッカー届いてないよっていう方は、その旨公式サイトのフォームからお名前と、よがりネームと住所、お送り先の宛名を、明記の上、ご連絡ください。皆さんのお便りだけが頼りです。今月の園崎美恵です。まずはゲームから。大人気クライマックスアクションゲーム、ベヨネッタ、新作になりますベヨネッタ3が任天堂スイッチ版で現在絶賛発売中。さらにパワーアップしてあなたを虜にしちゃいます。日本語版にジャンヌ役で声の出演をしております。重厚なシナリオで多くのプレイヤーの心をつかんだ名作がフルボイスでよみがえるタクティクスオーガリボーン。任天堂スイッチ、PS4、PS5、Steam それぞれ11月11日そして12日発売です。暗黒騎士団オズマ役で声の出演をしています。続いて海外ドラマ。 Netflix で配信中、アルケミーオブソウルズ完婚。韓国初の大人気ファンタジー、11月12日の本日より日本語吹き替えがサービススタートです。キムドジュ役で声の出演をしています。ステージイベントのお知らせ。12月11日有楽町朝日ホールで開催、ライブドラマアリドロ。今年4月の上演時ではチケット即完売した人気の公演の再演がただいまチケット発売中。小安武人さん作、演出、出演の完全オリジナル。この続きのお話も控えておりますので、4月にご覧いただけなかった皆様、お話の始まりをこの機会にぜひお見逃しなく。12月18日所沢さくらタウンで開催の朗読劇ストライクウィッチーズ、第3期ロードトゥーベルリンのその後の基地の様子を描く本公演のための完全書き下ろし脚本。昼夜2回公演でチケット一般発売は11月19日から。ワクチン割引制度もあるのでぜひともチェックしてみてください。2023年2月5日開催のワールドウィッチーズミュージックフェスタ、ミューフェス2023に出演が決定しました。プレイガイド先行発売は11月21日より。またワールドウィッチーズ公式ツイッターではミューフェス2023開催記念企画として出演キャストのサイン色紙が当たるリツイートキャンペーンも実施中です。バルクホルン役の私、園崎美恵のサイン色紙は11月19日締め切り、こちらもチェックしてください。そしてグッズのご案内。ストライクウィッチーズロードトゥーベルリン、劇中で使われているインカムを模したイヤホンがついに発売します。販売は2種類、バルクホルン、ハルトマン、ミーナの3名、そして宮藤、リーネ、服部の3名のオリジナルボイスを新規収録。ウィッチーズとの通信を疑似体験できるこちらのアイテム、12月14日限定発売、ただいま絶賛予約受付中です。そしてそして大変お待たせいたしました、本番組園崎美恵の湯上がり一番オリジナル手ぬぐいが完成いたしました。本日この後園崎美恵の通販部にて販売開始となります。詳しくは概要欄に URL 貼りますので、そちらをぜひご覧ください。それぞれの詳しい情報は作品の公式サイトまで、その他最新の情報は Twitter 告知アカウント SNZK00A1 をご覧ください。以上、今月の園崎美恵でした。お便り紹介していきましょう。湯上がりネーム優しいお塩さんから。
郵便ポストを覗いたら番組から以前の投稿ステッカーが届いていました。ありがとうございます。ところで園崎さんって湯上がりに必須のアイテムってありますか？私はタングルティーザーの濡れた髪用ブラシとビオレの濡れたまま保湿できるボディ乳液が便利で手放せないです。湯上がりにこれがあってよかった、そんなアイテムをお聞きできたら嬉しいですといただきました。ありがとうございます。濡れた髪用のタングルティーザーって髪の毛引っかかりにくいんだよね。そう、もうタングルって言うたんびに、もうあの売り場でタングルティーザー売ってるのを見るたんびに私はラプンツェルって思っちゃって、もう終了してから随分経ってるっていうのに相変わらず私はラプンツェルザシリーズのロスがひどいんですけれども、ちなみにラプンツェルザシリーズ、劇場の塔の上のラプンツェルとその後のラプンツェルのウェディングの間のエピソードを描いた30分のシリーズものの作品なんですけども、もうお願いだからめっちゃ面白いから、もうお願いだからめっちゃ面白いからこれ見てほしいんです。本当お願いします。はい、湯上がりに使っているこれがあってよかったなっていうのは、実はあのタイの、前もちょっとここでご紹介したかなと思うんですけども、タイの、クリームがあるんですけれども、タイジャスミンのいい香りのするすごくサラッとした乳液タイプのクリームがあって、それをまとめ買いして使ってたんですけれども、いよいよなくなりましてですね、買おうと思ったら昨今の円安もあって値段が倍になってたっていうので、ちょっと困ったなと思ってる次第なんですけれども、さあ年の瀬も迫ってまいりまして、って言ってもまだね、あの11月で12月がまだ一月あるけれども、ツイッターに今日であと今年は残り50日ですっていう書き込みを見てしまって、ちょっとこう驚愕してるんですけれども、次回配信で年内最後になりますので、最近のハマりものスペシャルといたしまして、買ってよかった2022と題しまして、今年1年買ってみて、いやーこれは良かったわ、ほんと買ってマジ良かったっていうようなお品がもしありましたら、ぜひみんなに知らしめていただきたく、お便りをお待ちしております。まあ私の買ってよかったは来月分に取っておくとして、コーナーになっておりませんけれども、最近のハマり物としましてはですね、セブンイレブンさんのあの肉まんの重機に入っている蒸しパン、新しく今年発売されたんですけれども、それめちゃくちゃ今ハマってましてですね、であれただ食べるんじゃないのよ、いや持ってきてね普通にそのままハマも食べるんだけど、これに日本酒、蒸しパンをあてにちょっと軽い味わいの日本酒を飲むというのにちょっとハマっておりまして、いやもうほんとちょっと騙されたと思ってやってみてほしい。であの試してみていまいちだったなと思ったら騙されたと思ってください。はい、そんな最近の私のハマりものです。各コーナーへのお便りは公式サイトのフォームから件名のところにぜひコーナータイトルを入れてご応募くださいませ。採用させていただいた方には番組特製のステッカーを差し上げております。皆さんからのお便りお待ちしております。はい、ということでお送りしてまいりました、園崎美恵の湯上がり一番、今月もいかがでしたでしょうか。次回配信は12月10日土曜日夜10時を予定しております。この後手ぬぐいの販売がありますけれども、一回ちょっと返金処理になっちゃって本当にお手間をかけてしまって申し訳なかったなと思います。もうめちゃくちゃ可愛く仕上がってるので、ぜひお手元に置いて使っていただけたらなと思っております。お天気のいい週末が続いて、秋の行楽日和が気分の上がる11月ですけれども、だんだん寒さも増してまいりますので、どうぞ皆さんご自愛ください。来月もまた元気にお会いいたしましょう。園崎美恵の湯上がり一番、30分のお相手は私園崎美恵でした。それではまた来月。